お前が噂のレーシングですか。はい。12ヶ月点検で、ございます。ちょうどね、丸2年になるんですね。はい。多分これが一番、あ、違う、これじゃない、これじゃない。これの後に1台だけね、あの赤いやつ。はい。あれは置いといて、はい、買っていただいたんですけど、はい。それが一番最後かな。あれ、これじゃないですよね。そう。うちはね、レーシングゲスあんま販売させていただいて、なかなか売れないタイプの車両でございましたが、はい。といってもみんなは売れてないけどね。うん。うちは売れないんでね。うん。で、一番売れた、一応台数的に一番売れたのはやっぱ GP ですか ?GP は10台ちょっとだと思うんですけど、ね、この丸4年でね。はい。そんなもんですよ。はい。ね。これがホンダやってればね。なんてね、思ったりもしますが、まあデリバリーされないからね、まあホンダはホンダで厳しいかなと思いますが、まあそうは言ってもね、うん、日本のメーカーっていうのはありがたいことに、それだけで売れるっていうことがあるんです。はい。ね。さあ、そしたらですね、点検整備というのはね、なかなか、これ外さなくてもいいかな?ね、外さなくてもいいですかね。でも外したいよね。ね。ね、ちょっと外します。これ外すでしょ?だって。これ外すね。なんか外した方がいいですよね。だってこれ、ほら、ブレーキレバーやるのに、でも交換してるね、ブレーキレバーね。これね、車外のに変わってるから。書いてあるんですね。はい。まあちょっと地味なね、あれにはなりますが、ちょっとね、外していきますよ。ね。これ外れます。はい、そんな力いらないだろうって?そうなんですよね。これはね、レーシングはそんなでもないですね。はい。で、前がね、こう開けてきました。これはリコールもう終わった後に出たやつじゃないかな。ヒューズがね、どうのこうのっつって。うん、はい。さあ、そしたらですね、ブレーキレバーやってどうのこうのの前に、何からいきますか。ね。まあ、あとシート外さないとね。で、プラグの点検とかするでしょ?交換はしないけども、やっぱ点検はしないけどね。あと、こう、エアクリーナー、ドライブケース、ね。そのあたりも見なければいけないと、まあ、いうことになります。鍵はついてないですね。シート外しますからね。シートも外しましょう。とりあえず、外観的なものをいろいろ外していきます。折れるやつだね。シグナス X と同じタイプですね。ね。シグナス X と同じタイプ。真似したの?なんだろうね。真似はしないと思うんですけどね。これは先外すんだっけな。どんな塩梅でしたっけレーシングってね。もう、ほとんど触んないから、レーシングは。わかんないんですよ。で、ほら、うちに持ってきて、持ってこられない方が多いんですよ、レーシング。やっぱりレーシング買う方はね、ご自分で見る、自分でやるっていうね。うん、そういう方が多いので、ね、うん、で、それいいんですけどね。別にそれがどうのこうのっていうつもりないんです。うん。やっぱり自分でやるってのはいいことです。はい。ね、自分のバイクを自分で見る。オイル交換、オイル交換はね、まあ、持ってきていただきたいしますけど、まあ、オイル交換、ね、まあ、オイル交換ぐらいはね、はい。やらせていただけるとね、ありがたいってね、感じがしますけど、はい。ピーナッツのヘルメットだ。かわいいな。ね、スヌーピーのヘルメット。かわいいです。ね、余計なことだけど。はい。ということで外れますね。はい、これレーシングSって書いて、袋が、ついてる、ここに。いいね。レーシングSね。かっこいいですね。はい。なんかスカスカ感がすごいね。はい。で、ここに診断器があるんですけど、バッテリーターミナルを締め付けみたいなね。そう。これ結構地味にね、緩んだりするんで、バッテリーターミナルをね、これはね、見てください。ね。たまにね。大丈夫。はい。あと、腐食してないかとかね。バッテリーターミナルがね。それはたまに見ていただけた方がいいのかなと。ね。で、老婆心ながらお伝えしておきます。はい。ね。老婆じゃないけど老婆心でね。はい。さあ、そしたらですね、プラグを見るためにこれ外した方がいいのかな。でこれを外すのは、どうやって外すのこれ。ここだ、ここだよ。これじゃない。ここじゃない。これ外すんだ。ね。ここの蓋はバッテリー、燃料、何ですかこれ。何のために開けんのこれ。で、ここに確かあるんで、ボルトだから、あれがね。で、
通常だと昔のバイクだったら、スクーターだったらここ、ステップモードのところがバッテリーなんですけど、ここがね、あ、これ両面テープで止めてんだ。あ、サッピングで穴開けたくなかったからなんだね、多分ね。うん。ね、レーシングに傷はつけたくないというね、その、ね、ちょっとね、外します。で、ここにもついてんだ、ね、よ。そっか、そういうことか。これ燃料ポンプへのアクセスがね、簡単なんですよ。もうこれで燃料ポンプにアクセスできる。ね。でも燃料ポンプにアクセスする必要ないからね。普通ね。うん。まあ、いいんですけど。これ見ると、ね。で、バルブクリアランスは前回見てます。はい。去年、千何百キロの時にね。だから、今回見なくていいね。さすがに千キロごとにバルブクリアランス見るほど、あれじゃないですよ。そんなデリケートじゃないですよ、さすがにね。レーサーとかじゃないんだからね。名前はレーシングだけどね。うん。まあ、サーキットを走る、これでサーキットを走る方はね、日本ではあんまりいないと思いますから。はい。ね。よし、そしたらプラグ見ようか。ね。ね。こうやって、やってるんですよ。ね。遊んでないですからね。はい。でね、あ、切れちゃった。やっぱ指切っちゃった。今、皮むけた。いて。あ、いて。うわ、やっちゃった。やっぱりね、手袋してやんなきゃダメだね。うん、危ないよね。うん。手袋してやった方がいいですよ、皆さんは。ね。私見ても生傷が絶えないみたいなね。はい。ね。まずいっす。そう。で、まあ、それはいいんですけど、結局ね、いろんな、うわ、血が出てきた。ちょっと待ってください。血が出てきましたんで、ちょっとここはね、絆創膏でも貼って、どこで切ったかというとね、あれです。こう、ヘリ。ステップボードのヘリ。うん、そこで切りました。はい。そこにぶつかってね、こう抜くときにね、プラグコード、プラグキャップを抜くときにね、はい、切りましたね。はい。見事、切った。ね。はい。鉄なんだ。レーシング S ってタンク。樹脂じゃないんだ。なんで鉄使ってんだろう。少しでも軽くしないとね、レーシングは。やっぱほら、インジェクションの車両ってこういう感じなんですよ。ね、白く焼けてるね。うん。で、アイドリングでも燃料そんな濃くないみたいですね。はい。いいじゃないですか。ね。これは何ていうんですか ?CPR8EA9。CPR8EA9 ってやつですね。よくわかんないですね。私も自分でなんかよくわかんないです。なんだろうってね。オイル漏れは大丈夫、ね、走ってないからね。まだね。これからですよ。このバイクはね。はい。よし。戻した。はい。あとはですね。まあ、プラグやったでしょ。で、エンジンオイルは交換しなくていい、ね、しなくてって話になってますから、しないですけど、一応オイル量は見ましょうね。入ってる。入ってるだろうけど。万が一入ってなかったら最後になっちゃうからね。はい。エンジンオイルはね、豆にじゃない。エンジンオイルの点検は乗る前に必ずやってくださいね。はい。入ってるかどうかね、確認してください。うん。これ重要です、非常に。ご自分でやったって言ってたかな？違うかな？あれ？うちで交換したのだっけ？一回。あれしてないか。この間点検かだから。ね。はい。入ってます。問題ありません。はい。さあ、そしたらですね、次何やるんですか？ね。まずこの辺を開けたいね。エアクリーナーとかね。はい。その辺を開けて、ちょっと点検をしてみたいと思います。はい。ね。じゃあちょっと、位置変えますか？あんまり変わ、別にね。そんなにこれ見る動画じゃない。どっちかというと、うちの動画は見るもんじゃないんですよね。そう。私がこんなこと言うとあれですけど。どちらかというと、話、ね。ただ、ラジオ感覚でね、聞いていただくっていうね。うん、ということで。はい。お次の、リスナーからの、お便りは、つってね。そういうのがあるといいですよね。これ結構めんどくさいですね。これ、緩めてね。一個一個外すのね。ネジがいっぱいあると、なおさら大変っていう感じでね。まあ、大変っていうか、面倒なんですよ。GP125 少なくていいね。レーシング結構多いんですよ。ね。これを、だからもう少し、楽にできるようになんないかなってね、いつも思うんですけど、なかなかそうね、甘いことはないんですね。あとね、これね、ここにネジが1個あるんですけど、これが邪魔なんですよ、これ。ちょうど、真上、真ん前にあるんですよ。これ、厄介だよね。こういう、タンデムステップない方がいいですけど、そういうわけにもいかないしね、タンデムステップ外しちゃえってわけにいかないから。ですね。やばいですよ。ここもなの？もしかして。あ、ここもなんだ。
で、なんかエアクリーナーあったじゃないですか、どっかの社外のね。あれがね、つくだのつかないだのつってね。あれつかないんだよね。で、無理やりこう少しずつつけていくの。まあ、本来あっちゃいけない、そういうのはない、あっちゃいけないと思うんですけど、ちょっとそんな感じでね。問題ここだよね。あ、ギリギリ回せるんだ。閉めるときに最初入れるのが難しいかな。これはね、やっちゃいけないパターンですね。斜め、少し斜めだけどね。はい、これをやるのは、よほどスキルがあるとか、あれじゃないと。はい、分かってやってるかどうかですね。はい、そう斜めでね。うん、ね、はい。あれ落ちたよ。はい。お、綺麗じゃないか。全然汚れてないじゃないか。ね、汚いとこ走らないのかな、もしかするとね。はい。で、あとこっちね。ブリーザーチューブ。あ、これ水溜まってっかな。これ抜いた方がいい。開け、抜いてみましょう。おお、ドボって出た。結構出るね。ね、結構出ましたね。ドボドボってね。そうなると、ちょっとここ開けたくなりますね。外してね、見てみたい。外すの大変なんでね。個数が多いんでね。ね。そういえば、この間、エアクリーナーと一人に来てくれましたね。忙しいってね。今、仕事が忙しくて、つって。ね。そんなか、わざわざね。あれ、その時あれ乗ってこられましたっけ？レシーブで来られましたっけ？違うな。あれ、なんか違うので来たっけ？今日変わったな。あれですよね。ね。いいよね。そう。趣味でね、怪しいバイクを買って、直して乗るっていうね。これ、ここ、垂れ、ちょっとここ、拭いた方がいいね。ね、怪しいバイクを買って、直して乗るっていうのが、楽しいですよね。そう。ね。何億でしたっけ？ね、何億の闇だよね。うん、何億の闇。何億さんの闇だよ。やばいですよ、やっぱり。ね。はい。闇。よいしょ。全然汚れてないんだよね。すごいよね。かすかにホコリがついてるかなぐらいなんだ。なんちゅうこった。ここら辺は汚いけどね。そのね、関係ないとこね。すごいわ。ここはね、もうどうしようもない。泥跳ねするからね。エアクリーナー大丈夫ですよ。当分変えなくていいね。1万キロじゃ変えなくて大丈夫そうな乗り方ですね。場所、いい、走ってる場所がいいのかな？それとも、何ですかね？汚れないっていうのはね。これね、蓋しちゃうとこれ開けられないんですよね。だからこのまま開けなきゃダメだね。ちょっととりあえずエアクリーナーつけとくか。ね、エアクリーナーつけといた方がいいですね。ゴミ入っちゃうとやると。ね、ね、こんな感じで。はい、これが、キムコの誇る、何でしたっけ？日本で一番かっこいい、会社でなんとかなレーシングエースですよ。ね、どうしたんですかね？どうしたんですかね？どうしてますかね？いろんなところに、出没はしてると思うんですけど、されてるんじゃないかと思うんですけど、ね、どうなんですかね？っていうか、まだ乗ってるんですかね？そもそもね。乗り換えちゃうとね、もう、かっこいい会社乗って言えなくなっちゃうね。何乗るかなしたらね。何を乗るにしてもね、日本で一番かっこいい国産のってなるかな。国産のスクーターないもんな、今な。ないからな。国産じゃないよね。国産スクーターって今、ほぼないですよね。100、あれだけ、原付だけだよね。国産名乗れるのはね。レッツ。ね、レッツ。タクト、ジョグ。その辺です、ね、国産はね。ただ、あれも本当は国産っていうのはいかがなものかとは思うけど、まあ、国産なんだよね、一応ね。うん。一応国産にはなりますよね。日本で組み立ててるからね。部品は日本製じゃないけどね。よし、とりあえずこれ、これ、開けますか？ね。開けてみたいと思いませんか？ね。開けてみましょう。この間、前回開けたのは1年前、千数百キロの時なんですね。
大体外れないときは、あ、なんか残ってるなって感じね。そうですね。はい。ただそれだけ。はい。で、これも、エアクリーンがついてるんで、これ外してね。で、掃除します。はい。これ重要。ね。これ重要。はい、お、やっぱりでも、汚いですね。はい、汚れは溜まってますよ。あと、こっちの方に小石とか溜まるんですよ。ね。それも掃除してね。はい。よし。OK。さあ、そしたらですね、ドライブ。綺麗だね。汚れてないよ。汚れてないよ。1000キロじゃ汚れないか。ね、三つ星ベルトでございます。ね、三つ星ベルト。はい、あと、ウェイトローラーのね、あれとか、どうかな。汚れね、はい、見て。うん、見た感じ、オイル漏れとかも特にやってないですね。うん、はい、よし。駆動系を見て、あとブレーキやって、まあ、ホイール外してですね。グリスをね、オイルシールとかやって、うん。